全国統一小学生テスト6月4日お申し込みはお通夜のつかで。何してるの、ママ。いい条件のパート探してるの。バイブルな地元のパート情報がたくさんありますよ。さらに動画でお店の雰囲気もわかる。パートもバイトもバイト。ヤクルト。働きたいけど子供との時間も大切にしたいか。あ、ヤクルトさんなら子育て中でも無理のない時間で働ける。でも。近鉄京阪那線楽見奈良富ヶ丘駅、奈良の西に位置する一大ベッドタウン。緑の中、落ち着いた雰囲気の流れる閑静な街です。そんな楽見奈良富ヶ丘からぶらり歩きの始まり始まり。しかし綺麗な駅やな、これ。ここの駅に全てが集結してるみたいな感じですね。ところも綺麗な方向に来る。あれ、どういうのや。こんにちは。あ、関西テレビの朝の用意どんっていう番組で。あらば、あら。おお、この3人組、これどうしたの。大学生さん。はい。どこの大学ですか。奈良文化女子。奈良文化女子。あ、タクシーでいい。学生の文化でタクシーで。学校からタクシーで帰ってんの。雨降ってるから言うたって。社長がないねんから。行き渡らせて行ったんだ。そうか、で、今からどないすんの。今からこれ終わってから家帰ります。家帰るの。あと、これ女子大生の格好か、これ。どうか、デートの買い、こんなんないの、これ。買い物的な。違います、これ。4年生行ってるんですけど。4年生教科書で、こないして行くか。デートの帰りやんか、完全な。何の勉強されてるんですか。実習に行って、特に日誌とか書いてありますけど。保育です、保育所の。子供の動き。やってんねや。タクシーで行って、タクシーで帰って、真面目に。まあ、そう、ね、頑張ってくださいね。すごいな、東北の女子大生は。駅前がもうすぐ7点になって、これ。緑が多くて気持ちいいな。最高やんか。ああ、こんにちは。私は。ジム行って、あ、ここにジムがあるんですか。例えばどんなことのジムで、どういうことですか。お水泳もあるし、水泳、今日は何ですか。こんなことやるの。ヨガとかもあるし。いや、それ汗かいた後、お風呂入るの。バッチリやん、汗びっしょりやん。健康やな、これは健康ねえわ。毎日やってるの。恥ずかしいやめてても、誰が汗かくだけやから分かんねえわ。そうですか。